ちょっとすいませんね、ちょっと切れました。まあね、ちょっとね、昨年のね、10勝2敗を大きく勝ち越した、敵地ルゾマリンで4連敗となってしまい、今季は1勝7敗1分けと厳しい戦いとなっています。まあ昨年もね、ちょっとね、大きく勝ち越したんですけど、ちょっと今シーズンはね、ちょっとロッテのね、本拠地ちょっとね、ちょっと苦手な場面もありますし、まあね、ちょっと野手陣もね、いい人もね、いるのでね、ちょっとね、そこもね、ちょっとソフトバンクに対してはちょっと痛いかなとは思いますけど、まあね、とにかく、もう今日はちょっともね、負けてしまいましたけども、明日こそはもう、とにかくもう、何としてももう切り替えて、打線をつなげて、もうチャンス作って、1点でもいいから、もう何でもいいから得点を取ろうと、そこをね、目指していければ、なんとか勝てるんじゃないかなと思います。はい。なのでね、まあなかなかね、うまくいかないところもありますしね、もう今日はもうね、もう反省点ですね。はい。というわけで、まあ、ちょっとね、負け越しがね、続いてて。まあ、今日オリックスもね、勝ってるのでね、もう、まあ、これでね、オリックスとの、首位との差はもう11ゲーム差と、だんだん厳しい展開となって、もう後がありません。もう、何としても、一つだけでもいいから勝つしかないと、僕は思ってます。はい。はい。というわけで、今日はソフトバンクはロッテに5対3に負けてしまって、もう明日はもう、勝つしかありません。はい。というわけで、試合の振り返りをお伝えしましたが、明日はですね、8月23日水曜日ですね。明日も ZOZO マリンで行います、ロッテ対ソフトバンクの試合開始時間は18時開始予定で、ロッテの先発投手は中森。そして、ソフトバンクの先発投手は有原投手の投げ合いとなっています。はい、以上で、明日の試合日程と予告先発、そして試合の振り返りをお伝えしました。はい、というわけでね、もうソフトバンクはね、もう、明日こそはもう切り替えて、1試合でもいいから勝つしかないと。ということです。はい、というわけでね、また明日ですね、また明日もまた試合の終了後にですね、また試合の振り返りがお伝えできれば、それもお伝えしたいと思いますので、それもどうぞよろしくお願いします。はい、というわけで、今日の試合の振り返りはこれで終わりたいと思います。それでは皆様、今日も一日お疲れ様です。では皆様、おやすみなさーい。ありがとうございました。